イナクセシブル島とは、南大西洋に浮かぶイギリスの海外領土、トリスタンダクーニャ諸島にある小島で、近寄りがたい島を意味する。トリスタンダクーニャ島から南西 32km に、位置する面積14平方 km の火山島で、2004年にユネスコ世界遺産に登録されていた近隣のゴフ島を、拡大登録する形で、自然遺産として登録された。 島の名前には1652年オランダ船、ナハトグラス号の乗組員が上陸したものの、内陸まで行けなかったため、近寄りがたい島と命名したという説と、1778年にフランス船が上陸できなかったためという二つの説がある。1816年トリスタンダクーニャ島に駐留していたイギリス駐留隊は、島から撤退したが、駐留隊員の一人、 ウィリアム・グラス五長は彼の家族と共にトリスタンダクーニャ島に残り、その時、家畜のヤギや豚も一緒だった。その後の一家の消息は不明だが、1871年10月にはドイツのストルテンホフ兄弟が住み着いた。彼らはアメリカの捕鯨船で着き、捕鯨船はさらに南下したが、兄弟は島でアザラシ狩りのため3ヶ月間、島に残ることにした。 しかし不運にも残ったボートをすぐに失い、3ヶ月過ぎても捕鯨船は戻ってこなかった。食料となるものはかつてグラスが放したヤギや豚だけしかなく、なんとか生活した。結局1873年に調査のため来島したイギリス海軍チャレンジャー6世号により、救助され島を離れた。1 9 3八年にノルウェーの科学探検隊は三週間滞在し、 植物や鳥及び石の広範な標本を作った。農場として島を開発する計画があったが、第二次世界大戦後、その開発計画はなくなり、島独特の豊かな植物や動物が保存された。1962年リスタンダクーニャの会社が島の地図を描くために科学者を上陸させ探検した。不運にも科学者は島の内部に至らず、 船から地図を描く試みも雲が多く失敗した。最も正確で科学的な調査はイギリスのデンストン大学から来た教師と男子生徒によるもので1982年10月25日に上陸し1983年2月9日に島から去るまで詳しく調べ詳しい地図を作り地質、植物、動物を調査した。火山性で 海岸は険しく、断崖絶壁からなり、岩の多い島である。鳥スタンダクーニャ島民や科学者が時折島に訪れる以外は無人島である。面積14平方キロメートル、島の最高峰は561メートル。島独特の豊かな自然があり、3000羽以上の海鳥が生息している。固有種として、飛翔能力がなく鳥の最小種であるマメクロクイナがいる。 豆黒イナこの世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。